ただいま私は次なる、ジャカルタトランスポーテーションの、であるバジャイに今乗ってます。バジャイはもともとベースパンのスクーターがベースとなって、それを三輪化して、リアに2人大人2人、まあ、子供入れて 3,4 人が乗れる、タクシーですね。交渉制 タクシーです。で、バジャイの乗り方はまず、運転手さんに行き先を告げて、どこ行きます、じゃあいくらですか、いやそれじゃ高いよ、普通こんなんじゃないのって言いながら、料金交渉をして、で交渉が成立した暁には乗るというシステムになっています。で間違えてこう時々あるのは、値段を決めずに、いやもういいよいいよいつも通りだからって言って乗ったらやばいです。その価格交渉なしに乗った場合はもういいねを払わなければなりません。これが、まあ、外国人があんまりバジャイに乗れないという理由の一つ大きな、まあ、要因じゃないかと思います。でまた料金の決定にあたっても距離感がないと料金がどのぐらいが適正かが分からないので、まあ、そういう点でもやっぱり地のりのある地元の人にしか適してないという乗り物ではないかと、まあ、逆に言うと、庶民というか、まあ、地元の人たちは気軽に利用できる乗り物ですねと。音で分かります通り結構音はうるさくて、振動が多いんで、隣の人と話をするにも、ああなんて言ったらもう一回言ってなんていうことをしながら、話をしなければならないので、ひょっとしたら成り立てのカップルには距離感が縮まっていいかもしれませんね。二人の距離を縮めるにはいいかと思われます。で乗り心地はまあすごい後ろポンポン跳ねて、喋りながらどっか行くと、バンプに乗り上げると声が震えるというような感じ。はい、今展開しようとしてます。これ三輪車なんで結構簡単に転びますんで、もしこれで転がったら吉岡さんごめんなさいって感じです。おお。ちなみに料金なんですけども、まあ昔話をすると、僕が子供の頃はブロック M から自宅まで、だいたい300ルピアという値段でした。でも今は、最低料金が5000ルピアで、距離が伸びるに従って、まあ、1万2万3万というふうに、値段が上が料金が上がっていきます。でちなみに今回この撮影なんですけども、ジャカルタコタ駅から、サワブサールという自動車の、部品ですとか、修理屋さんが軒を連ねる、まあ、ちょっと有名な地域があるんですけども、そこへの往復、まあ、撮影の手間賃込みで3万ルピア、1台3万ルピアで、チャーターしました。ただちょっともしかしたらぼったくられてんのかなという気はなきにしもあらずですが、まあ、これは後で地元の人に聞いて適正具合を確かめてみたいと思います。バジャイの運転方法なんですけども、まず、左手下に、レバーが見えると思うんですけど、見えます？引っ張るレバーがあるんですよ。あるある。であれをガンと引っ張ってまずエンジンをかける。で、まあ、大体多くても 2,3 回やればエンジンかかりますんで、まあ、エンジンかかりますと。そしたら次は、左手のグリップですね。左手のグリップがクラッチになってますので、クラッチをまず握る。で手前に回してワンノッチ回して一速で発進したら、順に、クラッチを握り2、3、4と、シフトアップして走行します。でアクセルは、右手ですね。右手がアクセルで、ブレーキは、右足元にあります。まあこれが基本的なバジャイの運転で、この操作系はベスパのスクーターと同じですね。
このポンポン跳ねるとこ、このエンジンの音、この跳ね具合、いやもう当時のままですよ。すごい懐かしいです。で、喋りながらちょっとここが一番おいしいとこっていうところでバンプに乗り上げてボーンって跳ねて、あ、何やったっけみたいな話になって、いやいやもう今の話はもう瞬間で終わったからいいよなんていうね、気まずいこともあったりしながら、あのバジャイの中での会話のしにくさを楽しむっていうような、まあ、そんな感じですね。まあ、こうして乗ってると、あのバジャイという乗り物はクラクションを鳴らす方じゃなくて鳴らされる方の存在だということはよくわかると思います。まあそういうこともあって、あの大通りからは締め出されてしまうということになったんですけども、こうやってあのエアコン付きの車から降りて、あのこういうオープンエアな乗り物で街を走ると、いかにこの、空気ポリューションがの問題があるかということはよくわかると思いますね。もう排気ガス臭くて、もうあのみんながマスクしながら街を歩いている理由がよくわかります。もし、皆さんちょっとの勇気とちょっと の、 あの冒険心などありましたら、ジャカルタへお越しの説はぜひ一度この楽しい乗り物を体験してほしいと思います。東西線ですね。この環境でも物売りが来るというこの、これは、日本からやってきた元営団地下鉄5000系だと思います。で、この車両は、ジャカルタからボゴール行きの急行、エクスプレスアーセイというあの急行電車専用に使われてて、でこれに乗ってる人は結構あのまあまあ、 あののクラスの人たちなんで、この急行料金払える人たちですから、まあ、あの3等の鈴鳴電車とはちょっと点数が違う。ちなみに運賃は9500円です。日本円でだから9595円です。で、このタクシーですけども、インドネシアでは一番信用が置けると言われているブルーバードグループの会社のタクシーでして、外国人にも、地元の人にもあの一番信用があるタクシー会社のタクシーです。で、車種は日本でいうところのベルタ、アジアでいうところの、ビオス、それの、タクシーバージョンのリモという車で、初乗り料金が6000ルピアになってます。で、距離で、どのだけ走るといくらかっていうことは不明です。で、あのインドネシアのタクシーの特徴は、駅なんかで、待機しているタクシーの場合、駐車料金は客が払うというのが、こちらのスタンダードです。ちなみにガンビル駅の場合は5000ルピアなので、まず最初に乗る時点で5000ルピアプラス初乗り料金の6000ルピア、1万1000ルピアがまず基本料金になります。で、道は間もなくバンクインドネシア、インドネシア銀行の本店の横のロータリーを通り、そうですね、あとまあ多分数分の後にホテルの前に着くかと思います。まあ今の時間は通勤ラッシュもピークを過ぎてますので、そんなに混んでないかと思われます。それで、インドネシアでタクシーに乗られる場合、あの結構最近聞く話は、そのトランクスルーですね、トランクスルーの向こう側、いわゆるトランクの中に人が隠れてて、で一人で乗ったあの、まあ、女性とか弱そうな人の場合、トランクスルーを破って出てきて強盗に及ぶということが結構あるらしいので、タクシーに乗られる際はまずトランクを開けて、人間が乗ってないかどうかということを確かめることをお勧めいたします。その他、まあ、ちょっとカメラに映るかどうか分かりませんが、身分証明書が差してあって、運転手の名前が写真入りで載ってるんですけども、
時々ですね、あのブルーバードではないと思うんですけども、他のタクシー会社なんかではその強盗にタクシーを貸すと、あの1日あたりいくらっていうので貸して、でその偽タクシー運転手が、強盗を働くということも結構報告されてますので、外国からの旅行者でこちらに来られる方は、注意をした方がいいかと思います。そしたね、バジアイに乗り、近郊型の電車に乗り、最後、まあ、この締めのタクシーとなったわけですけども、まだこのジャカルタの街中だけでも、あとメトロミニですとかペーペーでのバス、それから ミクロレッドで、バイクタクシーのオジェック、それから自転車タクシーと、まあ、まだこれだけ乗り物乗ってない、今回乗れてない乗り物がありますので、大田中ツアーによる、アレンジによる、インドネシア旅行の第2弾でこれをお届けできればいいなと思っております。それでは皆さん、またの次の機会をお楽しみに。